東京都が8月にもチャット GPT の利用を始めるということです。小池知事は、今日の東京都議会で、チャット GPT を8月にもすべての局で導入すると明らかにしました。都は4月末にプロジェクトチームを立ち上げていて、ガイドラインの策定を進めているということです。小池知事は、 プラス面とマイナス面を見極めながらより良い都政の実現に生かしていくと意欲を示しました。